祖国同盟はリトアニアの保守政党。一般には中道右派とされる。党首はガブリエリス・ランズベルギス。2008年5月17日にリトアニアキリスト教民主党と合併し、正式名称が祖国同盟イコールリトアニアキリスト教民主党となっている。党のテーマカラーは青と緑。国際民主同盟、欧州人民党に参加している。 1993年5月、サーユーディス・ウハによって設立された。その後2003年に、リトアニア・ウハ連合と合併。2004年に、リトアニア政治犯、非移放射連合と合併。党の正式名称を祖国同盟イコール、リトアニア保守党と変える。2008年3月11日、リトアニア人民族主義連合と合併。その後5月17日に、 リトアニアキリスト教民主党と合併し、党の正式名称は、祖国同盟イコール、リトアニアキリスト教民主党となった。現在国内最大の党員数を誇る。1996年のリトアニア議会選挙では、40%の得票率で70議席を獲得。しかし、2000年の選挙では、得票率8.6%と振るわず9議席にとどまった。その後、 2004年の選挙では、得票率14.6%で25議席を獲得。そして次の2008年リトアニア議会選挙で44議席を獲得し、与党の社会民主党を破り、第一党となった。2012年の選挙では、得票率15.08%で33議席を獲得。欧州議会議員選挙に関しては、 欧州連合加盟に伴い実施された2004年の欧州議会議員選挙で2議席を獲得。その後2009年の選挙では4議席。2014年の選挙では2議席を獲得している。ありがとうございます。